アローラー、ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。で今回はですね、ウルトラ全力幻のポケモンをもらおうキャンペーンでフーパの受け取りをやってみたいと思います。そこまでの分も全部一緒に受け取りましょう。ダイス、はい、福祉ふ噛むね、不思議な贈り物へようこそ。で今回は、フーパーまでの、全てのアイテムを一緒に受け取っちゃおうと思います。今までマナフィーとメロエッタは受け取りが済んでいるので、今回のフーパーで全力キャンペーンの幻のポケモンはラストになります。で最初の1個目はもらえるアイテムなんですけど、これ全力2017貴重な骨、ショップで売ると合計25,000円で売れるぞ、冒険に役立てようっていうことで貴重な骨ゲットできました。貴重な骨をもらうために必要なキャンペーンコードは10個になります。メロエッタでもらえるのが7枚必要だったので、プラス3個で貴重な骨かける10個、はい、届きました。これも一緒にもらいます。次の受け取りがお団子真珠、釣りとかでもね、たまに釣れますよね。これもかける10個、キャンペーンのコードが13枚必要になって、これも一緒にゲットできました。フーパの受け取りは16枚、キャンペーンコードが必要になるんですが、これもたまってるので受け取ります。全力2017フーパ電動イリゴに、電動イリゴにエーテルパラダイスでもらえる戒めのツモを使うと解き放たれしフーパにフォルムチェンジできるぞっていうことで、フーパといえば私リングのポケモン映画見てるんですけど、めちゃくちゃ可愛くって、戒めのツモを使わない最初のこの感じが好き。で今回はですね、戒めの壺も使って、戦闘にも連れて行ってどんな感じかも見たいと思います。ということで全力2017フーパー受け取り OK。 えロトムどうしたの？ククイ博士のことどう思う？ロト、えみんなどう思う？尊敬してると大ファン、大ファン、わかる。ロト、わかるんだククイ博士かっこいい。ロト、まあ、上半身ずっとすごい清々しい感じの博士だよね。ちょうどいいのでロトポンもしちゃいました。今回のロトポンはこれは経験ポンかな、2個ゲット。ロトムパワーもサンムーンの時はなくて、ウルトラサンムーンから追加になった機能なんですけど、 いろんなところで使わせてもらってます。受け取りはどこのポケモンセンターにも配達員さんはいるんですが、一応ねメレメレのいつものハウリシティショッピングモール、ショッピングモールじゃないね、ショッピングエリアにあるポケセンに移動して受け取っちゃいます。ここじゃなくてもいるんですよね、実はなんか移動するのが癖になってます。はい、今の時間帯だと夕方だからすごい綺麗。ください、こんにちは。不思議な贈り物が3件届いています。受け取りますか？先に道具を受け取って、フーパの分の手持ち枠も1体分開けてあるので、フーパそのまま受け取ります。ポケモンの贈り物です。受け取りますか？はい、フーパを受け取った。ステータスもパソコンで確認してみようと思います。やったね。皆さん戒めの壺を使ったフーパと今の状態のフーパどっちが好きなのかな。私はねこっちの方が好みです。かわいい。ということで親がね全力になっていて、エスパーゴーストタイプのフーパ、性格頑張り屋で特性がマジシャンになってました。特性のマジシャン、技を当てた相手の道具を奪ってしまう。あとは
構面白いね。素敵な場所でレベル15の時に運命的な出会いをしたようだ。暴れることが好き。素敵な場所で出会ったっていう風に受け取りだと出るんですね。ジャッジ機能も今追加されてる状態なので、フーポのジャッジもしてみようと思います。 3V で受け取りができるのかな。私の子こんな感じでした。特防素早さ攻撃最高で、他はまあまあですね。レベル15で戦うんだったらアーカラとかの方がいいのかなって思うんですが、とりあえず今しめの壺をもらいにエーテルパラダイスに向かおうと思います。アイテムをもらうためにはストーリークリア後じゃないともらえないと思うので、そこだけ注意ですね。なんかビッケさんがいたので話しかけちゃいます。ようこそいらっしゃいました。グラジオ様が遠く離れた関東や譲渡に行かれたのは修行？バカンス？いや、武者修行だっていう、武者修行だっていうのも聞いてるんだけど、バカンス？まあ、グラジオ様のバカンス、ちょっと想像がつきませんね。いえ、グラジオ様でしたら、どこででも一人で。いえ、ポケモンとやっていかれますが。パートナーであるタイプヌルに破かれた服にご自身でファスナーをつけられたそうで、グラジオ様でしたら関東などで武者修行です。すごい。関係ない話まで、なかなかと申し訳ありません。こちらをどうぞ。何もらえるの？大きいマラサダをもらいました。ビッケさんと言ったらなんかマラサダのイメージ。こちらもどうぞ。何？もう一個大きいマラサダを2個もらえちゃいました。それでは私保護区にてポケモンの世話をしますので。了解です。この人かな。いきなりですがこれらを。遺伝子のくさびを手に入れた。今しめの壺を手に入れた。これだね。あれもう一個ある。心の雫を手に入れた。3つもらいました。代表のルザミネ様が会いたいと願われていたポケモンに関わるものだそうです。よろしければ道具の説明をいたしましょうか。聞いてみます。一応全部聞いてみようか。遺伝子のくさび、キュレムと呼ばれるポケモンをレシラムあるいはゼクロムと合体させるくさびだそうです。よろしければ道具の説明をいたしましょうか。今しめの壺、これだね。フーパというポケモンの姿を変える壺だそうです。一言だけだった。一言だけだったよ。これはラティオスもしくはラティアスに持たせるとエスパーとドラゴンタイプの技の威力が 1.2 倍になります。バッグの中のものでも調べられる。好きなポケモンをそばに留めておくためとはいえ、ポケモンの技を利用してコールドスリープだなんて。眠らされていたポケモンたち、元の生活ができるようきちんと保護しております。はい。ということで今しめの壺、大昔にとあるポケモンの力を封じ込めたとされる壺もらってきました。現在地がアーカラ島にいるんですけど、多分ねこの辺のレベル帯がフーパにちょうどいいと思うので、フーパを一番最初に出てくるように移動させて、今しめの壺を使わない状態で戦わせてみる。押してから今しめの壺を使って時放たれし姿だよね。で戦ってみようと思います。誰が出るかな。あとはフーパだけが持っている技もあると思うので、それをやりたい。お出まし、あれみたい。かわいい。だって後ろ姿もキュートじゃないですか。これかな。異次元ホールとかでいいかな。異次元ホール、これだね。さっと相手の横に移動する。つぶらな瞳、下がるよ。攻撃が下がった。異次元ホール、お出まし。待って、かわいい。ちょっとタッチして帰ってくるみたいなイメージじゃないですか。え、もう一回見たい。かわいいね。いい攻撃だね。異次元ホール、もう一回見たいので、もう一回やってみます。今しめの壺使った後と違いがあるのかな？ププリンが飛び出してきた。やばい、どっちもかわいいぞ。
クーパーどうする？異次元ホール。最高記念室じゃなくてこっちにしよう。さっ、かわいい。かわいい。いいね。はい。ってことで、使っちゃおうかな。今しめのツボを使って、解き放たれし姿？解き放たれし姿だよね、多分。で、戦ってみようと思います。セーブしないで後で戻す気がする、私。バックから、使うでいけると思うんだよね。これ、今しめのツボを、他の子には使えないはずだから、ちょっとやってみよっか。ジュナイパーとかで。押してみる？使っても意味がないよ。フーパー。これで。え、めっちゃ変わった。うわ、びっくりした。うに、今の喋るよね。喋ったね。もう、あ、こんな変わり方するんだ。出てくるぞ。でっかくなってるはず。あ、ゴジムシが飛び出してきた。行け、フーパー。でかっでかくなっちゃった。さっきと同じ技やってみます。一元ホール、すごいね。めっちゃ強そう。やっぱりフーパの一元ホールを使う。いや、でかいでかいめっちゃでかいさっきとの違いがすごいんですけど、え、もう一回やってみます。だいぶでっかくなったね。びっくりした。はい、ヨーテリーが飛び出してきた。皆さんだったらどっちの姿にしておきますか？フーパー。私最初の子、最初かな、最初にもらった時のあのままかな。はい、オッケー。ヨーテリーは倒れた。でかいね。これポケリフレとか使ったら面白そうなんで、ちょっと使ってみようと思います。やっぱりあれかな、とてもでかいのかな。電流、こっち見て。ごめんね。変えます。これでフーパに変える。でかいあ、でも笑ってるのかわいいや。どうすればいいのかな。足撫でる。あ、上来た。喜んでる姿はかわいいですねでも最初の大きさの子っていうか、あの今しめのツボを使う前のフーパの方が私は好みなので、元に戻そうと思います。これ食べさせるときってどうなるの。あ、手使うんだね。いや、めっちゃ喜んでるよはい、ということで今回はウルトラ全力幻のポケモンをもらおうキャンペーンでフーパの受け取りをして、今しめのツボも使ってみました。元に戻しました。ということでフーパ、私はやっぱりこっちの姿の子の方が好みなので、このままにしておこうと思います。幻のポケモンっていうことで、今回のキャンペーンだとマナフィ、メロエッタ、フーパ、この3体の受け取りが今回で終了したんですが、個人的には映画見てっていうのもあるんですけど、フーパが好きかな。メロエッタもね、フォルムチェンジがあって面白いんですけど、ボイスフォルムからのチェンジも体験してみて、初めての子だったので全部いいね。ただ卵を産んでっていうのがマナフィーだけになったりっていう違いもありますよね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた、 See you!